鳴ってんですか？鳴ってる？あれ？何も聞こえないです。なんでだろう。まあいいや。2014年3月23日、月曜日午後2時になりました。最初がスタートカクカクと失礼しました。こちらちょっと音の事情でよくわからない状態でした。ですね、こちら、東京都北千住足立区にあります。なんか最後なのにいつものなしですね。残念。今からでもダメですか？北千住のシーウェブよりお送りしております。スポンサーは浅草花屋敷さん、そして梅の方のような目星となっております。ですね、なんか新型コロナウイルスで世界中が大変なことになっておりますが、3連休もね、なんかすごいいいお天気で、はい、ね、そうですね。伊賀さんは結構韓国もね、普通には行けない、結構なくなっちゃいましたからね。普通には行けませんけどね、大体もうほとんど商業劇場みたいなの終わっちゃいましたからね。はい、なるほどね。もうあれ全部中止になっちゃいましたからね。でもね、本当になんか音楽が流れてきました。ようやくこれ流れないと落ち着かないですね。皆さんにはもしかしたら聞こえてたのかもしれないですけど。あ、そうなの？そういうこと？そういうことですね。音響の問題ですね。はい。残念。ということで、もう本当に世界中がすごいことで、なんかオリンピックのこともさっきなんか速報でね、午前中、もしかしたら延期かもみたいなね、話もあったんで。延期なのかな？の方がやっぱ選手の方々がね、だって予選も世界中の予選するべきものができてないらしいので。ああ、そうなんですか。そうらしいですよ。だから決まってない、まだ選手が決まってない国とか競技があるそうなので、もうちょっとね、難しいですよね。まあまあそんなことはよそに元気に参りましょう。そうですね。はい、ということで、はい、そう、今日は230回ということで、ちゃんとカウントしてるところが偉いですね。いや、それね、最初の横田さんに本当にお礼を言わなきゃいけないんですけど、カウントしててくださったんですね。ああ、そうですか。で、それを引き継いで、じゃあ4月からカウントしようかな。その古い分を全部計算して、そう1回も休んでないので、2時に夢中ね。そうあれ2016年か、7年スタートか、去年にスタートしていただき、今年ですもんね。7年ですね。もう3年ですもんね。そうなんです。でこちらの方は4年で、そうですね、はい、丸4年でということで、本当に長い間ありがとうございます。なんかいろいろ変な書いたら、やめちゃうんですかって、両方混同していらっしゃる方が多くて、はい、はい、私は最初にこちらをにお邪魔させていただいたのが4年前で、こちらが最初に関わらせていただいた番組が、こちらは新井よし子のオールライトに、はい、で、その1年後から、ザ・浅草チャンネル2時に夢中を、第1、第3月曜日で始めました。こちらがね、はい、毎月4回やってたものが、はい、半分になって、その空いた間に同じ時間帯で私たちが第2、第4で、第1、第3が浅草チャンネル2時に夢中っていうことでね、そうですね、2017年に10月でしたっけ、スタート9月か、なんだかね、ちょっとまだ半袖っていうか、なんか夏のものを着てますね。9月だな。じゃあなんだか何月だったか、この間田口幸恵さんが調べてくださったんですけど、またはもう忘れてる。ちょっと最近ね、いろいろ認知かかってますんで、少しリーチがかかってますから。そんな何をおっしゃいますか。そんなちょっと夏だか秋だか、その辺に始まったんですね。はい、ね、本当に最初がそれこそ、横田ひろゆきさんがそばすけさんを見つけて、来て、でそばすけっていうすごい店、いい店があるんで。あ、そうなんですか。横田さんが見つけてきたんですか。確かそうですよ。違います。え、違ったっけ。はい、私が紹介したんですよ。あ、横田さんに。はい、違います。絶対違ったか、はい、記憶が。私が友人だったんですよ。最初は私なんですよ。ごめんなさい、ね、はいはい、横田さんはその後関わられたんですよ。あ、そっか、はい、なるほどね。はい、はい、そうだ、ごめんなさい。ごっちゃになってますね。それで、まあ、そうか、だから美香さんのつながりでそばすけさんがまずご登場いただいて、その時に、あ、美香さんすごい素敵で面白い女性がいると思って、あ、食べ物好きなんだ。もう大好きですね、今でも ね美食感激コメンテーターというね、最近自分でまた昔みたいに自分で作ることにも目覚めてますね。あ、本当に。
はい、昨日もどんなお料理じゃないの、うん、ある家にある野菜や、うん、あの材料で何を作るかを考える、うん、おー、あ、じゃあ究極のプロの料理人じゃないですか、うん、いやいやそうじゃなくてね、うん、あのほらなんか買い足すと高いから、うん、お金がかかるからとにかく今家にあるもので何を作ろうかって考えて、うん、だからもうなんか炒め物とか煮物とか煮浸しとか、うん、なんかこう簡単にできるものばっかりですね、うんうん、あとあのかけて食べる洋食系のそういうカレーだとかなんだかシチューだとか、ね、そうそうルーだとかルーとか ですね、簡単なものばっかりですね、うん、まあね今ね本当に外食好きなお店もやっぱお休み多いですか。そうですし、うん、好きなお店がどんどん閉店してしまっているのもありますね、あそこランチ行きたいなっていうところがあんまりなかったり、うんうん、あのいやこれだったらうちで作れるじゃんみたいな、ねうんねうん、うでも行きますけどね、あの食べにはね、うん、もうこの水餃子とかそういうあの餃子はうちで上手に作れると思うんです、どなたでもね、あの皮は自分で作るなり、うん、いい皮に当たれば、うん、中身の具は自分が勝負じゃないですか、あ、まあそうですね、でお金をかければいくらでもエビだとかそういういい材料入れれば函館だらいい材料絶対美味しいんだ誰が作ったって美味しいはっきり言ったら。確かに。だけど皮はやっぱりあのそのいい皮に当たれば、皮もしくは自分で作るか、うん、でも水餃子の場合は自分で作るにも限界があって、さほど美味しくできる、やっぱりその中国のそういうああいう北の方出身の人、東北の方出身の人とか上手だけど、うん、日本人が作ったので美味しいと思うのはもう思ったのはまだ本当少ないです。水餃子とか大変ですね、結構ね。そうなんですね。あのなんか皮まで作る時もあるんですか。いや私は作らないですけど、私は食べに行っちゃう方ですね、水餃子、はい、だって餃子会館近いですもんね。あそこ行かないですか。餃子会館あ、ありますね。ご近所ね、うん。たまに行きます。西浅草の、ね、隣の方が行きます、ね。ああ、18番。今日ね、18番さんの写真も、ね、入ってるんですけど、もうね、あのランダムに過去の写真ね、あの流していきますので、そうなんですね。まあ、あのへえ、こんな写真あるんだみたいに思っていただければと思います。はい、ね、いろんなゲストの方にね、いらしていただきましたからね。あの私は本当知らないことが、特にやっぱり演劇関係はもう苦手だったんで、うん、そんなことも知らないのって言われることが多々あり、いやでもね、おかげさまでね、うん、なんかね、うん、別にね何を知らないで見に行って、うん、それが感動的であればそれでいいんじゃないですか、うんうんうん、なんかほらこうやって見なきゃいけないとかそんなものないし、うん、そうですね、うん、でも本当にあのたくさんのいい機会をいただいて、おかげさまでね、あのああいう木馬亭さんのもののああいうなんていうのかな、いろんなものをやってるもの、あの催しとか、うん、まあ、それこそ2階も行きました ね、2階もね、そう立花、あ、2階はさ、さね、うん、あ、すいません、立花劇団といえば、はい、あの今あの立花劇団、あの大五郎さん襲名 9年、はい、9周年で本日襲名興行してる、あの9周年細々とやるってなんか言ってましたね、さっきなんかあの動画が流れてて、うん、こんな時期なんで細々と精一杯やつって、うん、なんかそういうようなことをおっしゃってましたけど、うん、今日があの襲名披露工業、あ、そうだったんですね、なんか9周年、うん、9周年工業で、うん、もうなんかあのなんか何もなければ行きたかったなぐらいに、あ、ごめんなさい、いや、いいんです、いいんです、いいんです、これね、これみたいな、手元カメラ映りますかね、ね、はい、これですよ、今日ね、あの彼9周年なんですって、うん、でね、全国からいろいろな座長さんとかいろんな方が応援に行ってますので、もしですねそちらの方面にお住まいの方はですね、これは神戸駅から歩けるんですよ、 JR 神戸駅から。そうなんですね、はい、でね、すごい歴史を見たらね、この新海地っていう劇場はね、うん、これ今やってますか、立花劇団ね、30日までね、うん、あの神戸です、神戸に、この番組総社長ね、こちら菊太郎さんね、はい、あのご出演いただいた、あの立花劇団の今、うん、あの若座長の方ね、うん、大五郎さんの、襲名披露襲名記念友情会っていうのは今日ね、夜の部ね17時30分からですからね、もしね神戸とかにお住まいの方でしたらね、間に合います、間に合いますね、ぜひ何かサプライズがあるかもしれない、なんかね多分ねいろんな座長さん方が駆けつけたりね、あのすごくあのいろいろな信仰が深い方なので、
すごい回だと思いますよ。私もね、神戸に住んでたらね、うん、関西住んでたら行っちゃいますけど、夜飲みね。今から終わってから夜飲みって間に合わないからね。ちょっとね、7時半だと、ちょっと、あ、5時半か、うん。ちょっと間に合わないですね。うん、間に合わないですね。うん、なのでね、どうぞ関西にお住まいの方、まあ、一応神戸は危険区域と言われていますけれども、どこにいたって危険ですから。そうですね、ちょっと笑いは免疫力を上げるっていうのが今なんかすごく重要視されてますから、うんうん、どうでしょうか。もうここで来て行ってもう大笑いして、涙笑いあり涙ありのね、ね、そういう大戦劇の芝居を、うん、そして舞踊ショーを、大阪でやるときのが、ね、派手なんですよ、東京でやるときは。そうなんですか。大阪の方は、ね、派手なのが好きだから。あ、やっぱり例えば ね、東京の衣装と大阪の、うん、とか関西、大阪じゃないね、神戸だけど、うん、関西でやる衣装って違って、うんうん、関西でやるときはもうぶわーどぎつい、うん、ヒョウ柄とガガガンみたいな、うん、ジャガーみたいなとかそういうのとか平気でやる、東京の人引く人いるんですよ。なので関西に行くと東京の人は、はあ、違う国に来たみたいな大衆劇が見れる。そうだったんですね。そういう楽しみもあるんですね。そうそう、私フラッと行くから、フラッと、例えば朝日劇場とか、ああいう、うん、なんだっけ、あれなんで串カツのとこなんだっけ、なんていうんだっけ、通天閣のとこ、はいはいはい、通天閣のとこなんていうんだっけ、よくテレビで出てるところですね。道頓堀じゃないよ。通天閣があるのは道頓堀じゃないよ。そう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 、あそこ、そのね、串カツがあるとこ、うん、あそこに劇場がいっぱいあるの。こうピッピッピッて横丁横丁横丁、ブロードウェイみたいな感じなんですね。そうですね、そうですよね。知らなかった。本当にそうですよね。うん、なにわのブロードウェイっていうネーミングいいですね、うんうん、提案しようかな、うんうん、してください、ね、ぜひ。いや、それで、うん、やってらっしゃるんでね、ぜひこの番組にも ね、あれがありますか、ご縁がありますからね。なるほどなるほど。関西にいたら行っちゃうんだけどな、ね、うん、そういう、いつでしたっけ、あれ出ていただいたの、去年の秋頃でしたっけ。去年のね、うんうん、6月5月か6月ですね。あ、そんなもんですか。6月入ってからだったかな。そうですか。で、うん、なんかすごく最初の方から出ていただいたゲストの写真をなんか集めていただいたと言って。そうですね。なんか出てきた勝負で喋って。出てきた勝負で。じゃあなんか出してくださいみたいな。うん、写真ね、バラバラと。川原さんなんか出してみたいな。ね、そうそう、だから西浅草つながりだと、うん、浅草劇亭さんの、はい、遠藤さんからのつながりで、はい、美香さんが企画した、うん、バイオリニストの。アナザーさんの、なんだ、その、なんだっけ、ね、熊本のなんだ、ちょっとこれ喋ってからこの写真の、うん、何でしたっけ、熊本のチャリティーライブ、あ、チャリティーライブ、うん、そうそう、震災の ね、皆さん応援していただいてね、すごい素晴らしかったです。でもあれでね、10何万円も寄付できたんですよ、うん、20万近くも、素晴らしい、なんかね、すごい寄付できたんですよ、うん、すごい、アナちゃん一銭も取らずに、うん、そしてね、あの人すごいの、CD の売り上げの利益の方も全部出したの、うん、CD2 枚買いました、うん、そう、ありますけど、何も、うん、それで皆さん手弁当で来ていただいてね、うん、でもすごい素敵なね、聞いちゃった、何の写真だったんだろう今の、ね、うん、今のはマナー講師のプロトコル、うん、マナー講師の先生がいらっしゃった時、そういう方もいらっしゃいましたね、うん、もうね、なんかそれで私はね、すごいびっくりしたのが、うん、格闘家の武田光三さん、そう、武田光三さん、うんうん、あ、また出ました、ね、また出ました、さっきのね、はいはいはい、プロトコルの真ん中浴衣着ていらっしゃる、ああ、ね、うん、なんかすごいお優しい方ね、うん、はいはい、ね、もう本当に、あとそうだ、うん、この時はね、みんなでワイワイ来て撮った写真ですけど、うん、結構スタジオ観覧来てくださる美香さんのファンもいらしたりとかね、いや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 、本当に日に夢中にも近藤さんいらして、そうですよ ね、近藤さんありがたい、楽しいことが大好きな人はみんな、はい、じゃあ写真が変わります、うん、なんか痩せてるな私、今ねまた始まったんです、ウォーキングが、あ、うん、いいですね、はい、うん、私もやんなきゃ、はい、はい、次の写真はありますか、ね、いろいろな写真がまだね、でも全部送りきれてないんですよ、うん、多分半分ぐらい送ってる、これ高田康夫さん、そう、カズさん、これね、高田康夫さんね、またね、浅草でばったりお会いしたんですよね、その後に、そうなんですね、その後に、へー、その後に浅草にこのメイクで歩いてたんですよ、このメイク仕事中だったみたいで、キャーって言っててさ、うん、ねえ、カズさんね、私ライブ行ったんですよ、うん、あれはどこだっけな、三軒茶屋だったかな、あの辺の、これって4年前4年前ですね、ちょうど4年前、まあ、3年半前ぐらいか、9月だからね、うん、
そんな前に出ていただいたんだ、うんうん、歌がお上手なのよね。そう本当に川島直美さんともねすごい親しくされていらしてね。そうな直美ちゃんとなんか知り合いだとまた共通だったのかな、うん、あそれは堤直美さん。あそうか、うん、川島直美さんね、うん、堤直美さんね、うん、あのワインのね川島直美ちゃんはあの鎧塚さん の、うん、あの奥様ね、うんうん、亡くなっちゃったのね。なんかね、うん、そのすごい親しくされてたらしくって、うん、このライブの時はそういうお話もね、うん、されてすごくちょっとジーンとくる、うん、あすごい、うん、すごいメンツが、あそう花柳宗喜美先生ね、踊りの先生と、これ忘れてるな私とか自分ばっかり見てるあの宗喜美先生がゲスト で、うん、で今なんか金子山さんもいらしたし、うんうん、遠藤さんもいらしたし、うん、田代先生もいらしたし、うん、なんかすごいすごいね。あと確かこれはまさきさんもいる、あ石山さんもいる、あそうだ石山さん、石山さんか、そうです石山さんか、うん、石山さんちょっとふくよかです ね、 そうですね石山さん、ザンさん、よしこさん、宗喜美先生、私、まさきさん、遠藤さん、田代先生、うん、並んでますね、並んでおります、うん、そうそう石山さんはねあの、うん、江戸前21で、うん、企画をいろいろされて今ちょっと、うん、あの八ヶ岳だったかな安曇野だったかな、うん、こっちの方ね長野の方にあのお引越しされて、うんうん、ますけど、なんかねいろいろたまにあの、うん、SNS を拝見してます、うんね、石山さんお元気ですかね、なんて感じでね、まあ、ザンさんもねこの月曜日かなんかに番組やってらっしゃるんですよね、うん、そうですよね、うんうん、ザンさんはね私衝撃でしたね、あこういう間の、うんうん、あのうなん笑いがあるんだと思って、うん、いいですよねザンさんねしょっちゅうお会いするの、あ21世紀で今まで1週間しょっちゅうお会いしてた、うん、そうなんですね、あ、うん、これねあの士官さん の、 あの3人兄弟さんと、うん、あの士官さんご自身がね襲名された時のあこれはねあの、うん、多分ねはしごさんが、うん、中村はしごさんがお弟子さんだから、うん、出た時に流した、あの私が見に行ったんです、うん、初めて実はほら美香さんはずっと浅草にお住まいだから、うん、こういうの慣れていらっしゃる、あんまりたまたまに出くわしたら出くわすけどって感じで、あ私初めて北村六郎さん以外のおねりは自分からあえて行ったおねりいね、でうん、でもあれもちょうど仲見世でお手伝いで働いてた時にちょうど前を通って、うん、それでガーッとか言って騒いだら、うん、あのもうすごい反応してくださって、うん、いい方なんですよ、ね、もう今叩かれね、あ今ねあの大ファンのね、1ヶ月ぐらい連絡してないので、うん、大丈夫かなと思ってるんですけど、ね、でもまあ、元気でしょうか、ねしょうがないですね、表に立つ方はね、うん、本当に、うんうん、でも本当あ出た出たカズさんね、うん、さっき の、 あの高田康夫さんの、うん、高田康夫さんのにこの堤直美さんがのご紹介だったんです、うんうん、直美さんからのね堤さんありがとうございます、うん、でもね美香さんがすごいのがやっぱりどっかでつながってるんですよね、直美ちゃんはねそう演劇関係とか、そう直美ちゃんはなんか、うん、その田口さんの関係、うん、あそう、うん、ゆきえさんの方もね、うん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 、そうすごい面白いですよね、うん、こうお客様もいろいろいらしてくださって、うんうん、やっぱりザンさんのね、うん、どんどんいろいろこれはザンさん の、 あの劇手かなんかでおやりになった舞台の写真 を、うん、写真をいただいた時のね、うん、そういやすごいですね、彼も面白いですよね、うん、ザンさんさ意外同い年だったっていうのがさちょっとすごいびっくり、ね、おそれはびっくり、もっとお兄ちゃまかと思ってたの、うん、すいませんザンさん、うん、お兄ちゃまかと思って、私も、ね、でもあの一番好きな芸は、うん、あのなんだっけ回転寿司であのなんかほら工場みたいになんだっけあーと忘れちゃった、すごい面白いの回転寿司の工場ネタを言いながら工場を見るみたいな、うん、それは見てないかもですね、それが一番好きなんだけど、おなんて言うんだっけ忘れちゃった、また今度思い出しますあとね七力の、うん、西原雄二先生と酒井悦子さん、その後に、うん、あの拝見しに伺いましたね、その前だ、うん、これのこれで出てそうです、うん、これは ご出演になったの、ね、ご出演になったのはその、うん、あのあれだと思いますよ、後だと思いますよ、うん、その前にも一回出て、うん、後にも出たんじゃないですか、ね前は多分横田さんの頃最初かなり初期に出ていただいて、それで見に行ったのかな、うん、そうかもしれないですね、なんかいいところ、読売ホール大手町の、うん、大手町読売ホール、うんうん、読売ホールと2つあるんじゃないですか、有楽町 の、 あそうです、ね、あの大手町の方あの旧祖号の、うんうん、ヨドバシカメラだから上の方ですね、そうじゃなくてね、うん、大手町の新しい方のね、うん、綺麗なクラシックホールの方です、うん、はい、そこでそのあそこ初めて行ったのあの時、
私。あ、そうでしたか、はい、私2回目ぐらいかな、うん、あ、いいホールがあるんだな、うん、すごいいいホールですよね。なんでさ日本はクラシックのホールばっかり作ってねこう邦楽専門のホールはあんまりないのにね。でもまあ邦楽このでもねマックとかがないからね。あ、そっかそっか、そうなのね、そういうシャリリンとかね、そういうさ多目的に作んなきゃダメなのよ悪いけど確かにそういう意味では浅草公会堂すごいですよね、うん、まあね、うん、でもじゃ あれほど大きくなくてもいいのね。あ、悪いけどもうちょっと小ぶり悪いけど、あれは1300、1400とか2000ぐらい入るからね。か、全部3階までパンパンだったら2000近くあるでしょ。そんなに入るんですね。そんな入っ、そんじゃなく、そういうんじゃなくて5600ぐらいでちゃんと中小規模、うん、そしたらあの花屋敷の花屋敷座、ね、新しくできたあそこ、ま、そ、うん、あそこは、まあ、申し訳ないけどちょっとあそこはまだね行ってないの。私結局方角とかにはちょっと向いてない、うん、あ、やっぱレビューとかそういう方がいい、方が向いてますね、うん、できるんでしょうけどね、うん、ちょっとあの客席と今時作った割には客席からこう、うん、こうなりますね。だから どういう方が作ったのかなと思っちゃったけどね。あらら、うん、ちょっと首痛くなる感じ、うん、あらら、一番前だと、うん、そっか、いろいろありますね。でもね、やっぱりでもね、うん、もう昔の劇場ほどはではないですよ、うん、だけど今時作った割にはちょっとこう人間なんとか工学を考えてる。人間工学なんかね、こういうほら、うん、こうやってしてボディのね、てて、うん、コルビジュのね、うん、ありますね、うん、そう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 、はい、うん、あ、出た出た出た、あ、大好きなやつ、ザンさん、ザンさんだよ、このこのほらこの、ね、村上さんだったかな、村山さん、村上さ ん、うん、もうね毎年行ってんのみ、あ、言霊祭りもうね 5年ぐらい行ってる、あ、そうなんですね、うん、じゃあこれご出演いただいてからずっと見に行かれてる、その前から行ってる、あ、そうか、その前からか、うん、すごい、うん、面白いのこれね、だってあのいわゆる大道芸の凝縮したのを全部やるんですもんね、うん、今年もやるんでしょうかね、7月ですね、七夕前後、うん、あの7月これは8日になってますけどね、うん、あ、今年やるんですか ねえ、でもやってほしいですね、オリンピックもどうなんだか分かんないようなこんな状況ですしね、うん、逆にこういうあの確か大道芸もともとは神様にね備える意味があるということでね、うんうん、話されてましたけど、あ、はしごさんの出てきましたよ、ねえ、うん、のれんかなこれ、違うか、うん、手ぬぐい、手ぬぐい、ねえ、はしごさんも本当に通算3回ご出演いただいたかな、うん、私のが担当したのは2回で、うん、あと1回は田代先生かもしれない、田代、うんうん、先生の時、うんうん、はしごさんのもこの間あの見にあの黒塚かなんか の、うん、あの解説をおやりになったのを見に行きましたけど、うん、いやあの人すごいね、芝居に対する情熱がなんかひしひしと伝わってきました ね本当に、うん、あの普通のねお家から国立劇場のその歌舞伎のね、うん、あの養成所に行かれて、うん、そこからなんですけどもう持って生まれたでしょうかね、あの、うん、まあ、お顔立ちといい、まあ、養成所出身の人で、うん、もうもちろんたくさんそういう方いらっしゃるけど、うん、あのそうやってこうなんとかな、いろいろお客様にいろいろ知っていただきたいっていう熱意が あるのがすごいなっていう、うんうん、そうですね、彼はまた、うんうん、あと、そう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 、あとあのちょっとお芝居とか見に行くと、うん、ちょっとあのあんまり私世話もん好きなんですけど、歌舞伎世話もん好きなんですけど、うん、あんまり18番とか、ああいうちょっと古っちいのがちょっともうセリフがなんかわけわかんないのが、うん、まあ内容分かってからちょっとこうぐーってちょっと船こいじゃったりしてる時にパッてセリフが聞こえるんですよある時、それが絶対はしごくんなの。へえ、もう私ねこの人すごいな、その功績がいいっていうかね、声が通りますよね、すごくいいんですよ、中村はしごさん、私ね、うん、私いつも起こされ、お名前覚えてくださいね、起こされるんですよはしごさんのセリフにすいませんけどよく寝ちゃうんですね、うん、世話も寝ないんですけど ね結構ね寝ちゃうんです、あのそれで船を漕いでる時に、はしごさんの声がスパーンと、パーンと聞こえると、うん、ほっほっと思う、いい声だし、そういうの2回あるんです私はしごさんに、へーすごい、うん、中村座で、うん、中村座でだからすごいなって、別に誰の声で起きるとか起きないとかじゃないけれど、うん、それだけこうなんか迫力とか、うん、この声のね、うん、あのすごくいい声でしょ、うん、いい声ですよね、うん、本当に声もいいし、まあ、見た目も本当ね、あの、うん、絵を描くのが上手い、なんかあれが出てきました、あ、ライブのね、これはね、これで、これ100回記念の時のね、私がね、その2016年1月11日この日にデビューしました111 ね、そうですね、はい、これがね、うん、
ってことはもう4年を過ぎたってこと。まあこの時は2月からだから、2月からですって。だから4年丸4年過ぎたんですか。4年と1ヶ月、うんうん、はあ素晴らしい。そんな経ったんですね、うん、ありがとうございます。このライブはねもう本当にね、あの録画があればよかったですよね。あー、でも YouTube ありますよ。あそうですか、うんうん、へえ。 YouTube あるはずですよ。オールライトで、うん、何回かオールライトの番組自体でも流してますし、うん、あそうですか、うん、いやぜひあのもうリリーさんね、これはもうあその何ヶ月、まだ1年も経たないうちに亡くなっちゃいましたよね、うん、そう違う、そうですよ、2016年中に亡くなった。16年の9月だったかな。だから、うん、本当に貴重な。そしてね、いろいろお話で楽屋でね、いろんなサインをいただきながら CD を買ってサインをいただきに行ったらね、うん、いろんな話をしてね、うん、あなた今度からやるのとか言われてね、そう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 、それでいろんな話をね、うん、あの私そうそう撮ったりね、うん、あのなんか全然フランクに、うん、じゃあ今度遊びに行くからねとか言ってくださって ね、 、うん、ねあのすごい思い出です。ね、素敵な方でした。あの声のハスキーな声がね、うん、普段のお話もハスキーでね、うん、まあ本当に愛していませんね、なかなかああいう声。そうですね、うん、まあ、あの豊島さんがちょっと近いかなってね、あゲストで来てくださった九州の博多の。ああそうですか、うん、あ豊島さんもでゲストでねいらしてる、うん、来てくださったね、うん、なるほどね。あの人はジャズでしたっけ、ね、そうです、ジャズシンガーで ね、そうですね。ちょっとまだありますか、タイプ的にね、まだそろそろないかな、もう、うん、まだあります深くなまだね送ってない、これ田代先生と今これがあの、うん、メインのね看板写真になってますけど。そうですか、随分ちょっと昔の、随分昔の写真になります。ちょっと前ですね、うん、4年経つとやっぱり変わるもんだな人間も。そうですね、うん、変わりますね。田代先生変わんないね意外とね。いやあのね面白いですよ、髪が増えましたえなんだそれ。この間ちょっと突っ込んで聞いちゃいました、なんかやってるんですかって、うんうん、なんだか18番の、いやそうそう、これね、これサンラータメンですよ。アナザーさんの、そうそう、アナザーさんのライブの時に、うん、みんなで食べた時の写真、うん、このサンラータンメン一杯で皆さん働いてくれたんですよ、うん、弁当もかな、はい、ごちそうさまでした。皆さんで18番行きましょうってサンラータンメン一杯で皆さん丸一日あの昼夜興行しましたので、うん、ありがとうございます、ね、でもさ、アナザーさん素晴らしいよね、うん、素晴らしかったです本当にね、うん、ああいう時にパッてこうそういうことを考えつくっていう、本当にね、うん、音もすごく幅が広いですよね、うん、何でも弾けますよね、クラシックから、うん、何でもいいのジャズからね、うん、だからそれがすごくね新鮮でした。まずアナザーさん元気ですか、うん、ね、うん、ね、あそう、あと神田理恵さんね、あね、襲名披露の前でしたね、襲名される前ですよね確かね。そうですよね、ご出演いただいたの写真興行中じゃなくて前でしたっけ、うん、ね、興行前だったと思います、うん、あなんかすごいのが来てる、ご招待券ショーチャージフリー、ね、これ、ね、なくなっちゃったの、私大好きだったの東京ラブソデー、ね、なんかもうすごい、これがもっとあったら楽しかっただろうなってすごい、うん、あのほらあのなんかそのショなんていうかこう舞台と客席の感じすごい良かったじゃないですか、うん、あのねレビューなんですけど、うん、本当に私レビューってちゃんとレビューだけのものを見たことなくって、うん、なんかねびっくりしたのが、うん、歌と踊りだけなのに、うん、あのドラマがねちゃんと入ってたりとか、うんうん、あのそれがレビューなんですよ、そう、うん、あそれがレビューなんで、うん、改めてすごいね感動したんですよね、うん、それで衣装なんかも本当に日本人 に、うん、に合うフィットする衣装ね、うん、すごくやっぱり衣装の会社がやってた、あそうですよね、はいはい、サンリオピューロランドなんかの衣装を作ってる会社さんがやっていた、うん、あの劇場でね、うん、なんかここはもう本当になんかね人生何代がっかりのうちの人がここがなくなっちゃったことがねがっかりのうちに入りますよ、うん、今ねこのリーダーのねユーホちゃんはね、うん、あの地元九州でなんかいろいろなことやってるみたいですよ、うん、そうなんですね、うんうん、あまたはしごさんの写真がねちょっと出てきましたけど、うん、本当に素敵ですよね、素敵ですよ、うん、これもしかしてあれじゃないかな、このなんか、あ違うかな、あまた出てきたラプソディ、うん、東京ラプソディね、いい名前 で、うんね、本当にでまたはしごさんが出て、うん、でこれは誰だ、ああれだ小矢田ちゃんだ、あそうそうそう、これはね一緒に写ってないんだけど、
坂本龍馬の家系の方、うん、もともと麻生さんをご紹介してくださった方が、うん、長崎の方だったんですよ。でその関係で龍馬会の関係でなんかこの時坂本龍馬さんの、うん、お兄さん、あ、この先生さ、この人、うん、この方さ、ふるさと納税の人じゃないの？うん、あ、違う、似てる。ふるさと納税の方が紹介してくれた。でも似てる、ふるさとの、ここ、ここ似て、え、そうだよ、これ、え、ふるさと納税の人じゃん。ふるさと納税の人かな。うん、そうですよ。あ、中島さんか。でしょ。そっかそっか。私そんなに人の顔を忘れ、ごめんなさい、遠目で見たら。うん、坂本さんの写真もあるはずなんですけどね、うんうん、でもそう、小矢田さんも ご活躍でね、すごい今、うん、頑張ってますね、うん、どん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 いろんな活弁ね、うん、活弁も講談みたいに頑張ってほしいですね。なんかね、変わりそうですよね、うん、でも活弁って映画が公開されて、うんうん、なんだろうこれ。これはね、あ、うん、西原裕二先生のね、紅楽団、これは一緒に行けてないんですけど、うんうん、独自にいろんな日本の音楽から海外のジャズとかクラシックまで邦楽器でやるっていう、うん、すごい楽しい回です。毎年、去年は足立区の梅田だったかなのホールでやってましたね。この時もそうかな。これは違うか、町屋ホールですね。うん、本当にいろんな方が、あ、ね、これね、西原先生ね、うん、何でしたっけ、何を弾くんですか、この先生。七力ですね。七力だ、うん、七力っていう楽器があるのご存知ですか？ね、うん、ショーとかね、うん、なんかああいうなんか、うん、日本の楽器ってデリケートですからね。なんかすごいこう湿気とか ね、うん、湿気とかね、だからね、こう唾でね、こう舐めしたりとか、うん、いろいろ太鼓とかはされたりするらしいですけど、小、うん、もずっと温めてこうね、うん、ホカロンとかで温めてるとおっしゃってましたよね、うん、その時ね、うん、ホカロンとかだと、うん、アラリリーさん、あーねえ、うん、本当にこれが1月11日2016年1月11日の写真ですね、うんうん、これ写真と声がちゃんとこう一緒のになってこう反映していくかな。ぜひね、これオールライト日本の、うん、YouTube の2016年の1月で検索すると絶対出ますんで、うん、じゃあ今日見ます、うん、私も見てください。、はい、これは何ですか？これは、あ、これあれじゃない、あれ大道芸の、違うかな、大道芸ですね、そうですね、違う、これはそうだったと思います。これ木馬亭のところでやったやつ、うん、こんなシーンあったような気がするんだけど、うん、違うかな、あったあった、大道芸のやつ、うん、いろいろね、次から次へと、はい、これはね、そろそろ、花屋敷さんの宣伝タイムをしたいんですが、はい、原稿が見つからない。どこ行ったんだろう、お願いしますよ。花屋敷さんの提供なんだから。そうなんですよ、ありました、見つかりました。ねえ、音楽は文江さんの音楽です。確かに、あれ入ってますか、うん、はい、入ってるよ、それでは嬉しい視聴者プレゼントコーナーです。番組最後のキーワードでのご応募となります。最後までしっかりご視聴くださいね。総額約5000円分の貴重なグッズと4円券を番組放送の第4月曜日、3名様にプレゼントします。4円券は2枚、1組2名様、貴重なグッズは1名様に。ご応募は番組最後にお伝えするキーワードを必ずご記入ください。当選は発送をもって返させていただきます。ふるってのご応募お待ちしております。はい、ということでね、今日から、まあ以降ですね、来月はもう4月の第4なので、4月27日になります。で、月に1回に、オールライトに変わりますのでね、はい、ご注意ください。第1ですか、あ、第4月曜日が放送になるそうです、うん、はい、それで、あれですね、新井さん以外には田代先生と田口ゆかりさんが交代でお出になる、はい、そのようになります、はい、一応ね、奇数月が田代先生で、偶数月が田口さん、ゆかりさんに、うん、に原則的にはなると、はい、なるという予定になっております、はい、
楽しみですね。これからのオールライトも期待しております。お願いします。ありがとうございます。いよいよね、あの本格的に日本文化の、まあ、伝承システムに向けて、そういうのを作るっていうことでね、その目標に、第4月曜日のみで、絞って行っていきますのでよろしくお願いします。ということで花屋敷さんからの視聴者プレゼントコーナー終了しました。はい、写真がね、まだまだありますでしょうかね。そうですか、うん、写真がまだまだありますか。私がね送りきれてないんですよね実は。もうね、本当に思った以上にたくさんあって、うん、なんかね、あの、まあ、結局 iPhone にずっと収めたのをそのまんまにしてて昨日抽出してたら、うん、ハードディスクがパンクしちゃってダウンロードできなくなってしまい写真が多すぎて。そうですか。ほら、ミカさんが映ってますよ。あ、ミカさん、永田ミカさん、珍道芸能社の永田ミカさん。そうそうそう、あの彼女はもうあのね、何年連続3年連続だっけ、あの富山県の珍道、ね、うん、あの全国の珍道コンクールであのグランプリを取っていらっしゃる す,、ね、すごい方です。素晴らしいですよね、うん、たまにねあのばったり浅草で珍道されてるの あ,、ね、あったりしますよね。最近会わないな。うん、私も最近会って、うん、もしかしたら地方の方でねお声がたくさんかかってる、うん、でもまた今コロナで大変でしょうけど。あ、まあね、あのやっぱりそのもうこういう芸能の方が一番大変じゃないですか。うん、自分のところでやってらっしゃるわけだから。そうですよね。うん、もうダイレクトに、ね、お互いに頑張りましょう。頑張りましょう。あ、これ神田理恵ちゃん出た、神田理恵、うん、理恵さんね。もう、はい、あ、これまた高田さん、カズさんが出てきました。ね、でも本当に、うん、どちらかというとあの本当私の知らない演劇とか舞台とかの世界を。あの美香さんにはねいろいろ紹介していただいて、うん、いや偏ってますけどね結構ね、ま、自分が好きなものしか。あ、軽川恵子ちゃんが、そうそう、恵子さんね、うん、もうこれもあの恵子さんは本当に素晴らしいなと思ったのが、うん、あのいろんなところでねその施設とかでこう、うん、いろいろ楽しんでバルーンアートとかやってねいらっしゃるということで、実は私あのあと最近なんですけど、うん、バルーンアート自分で勉強してや、うん、やりました。そうですか、うん、プードルだけはできるようになりました。けいこちゃんも今ねやっぱりねあの、うん、FM 大和、うん、あの前ね、やっぱりね月曜日のね、うん、お昼2時とか、うん、そのぐらいにこのぐらいに収録してるんですよ、うん、なのでねなかなか出てこの月曜日っていうのがなかなか出てもらえないんですけどね、うん、まあ浅草の東洋館とかも出てますし、うん、今東洋館はまだやってるみたいですね、うん、あの案内きあのツイッターで流れてますね、うんうんうん、おやってるやってると思いながら。でもねあの営業とかがほとんどねキャンセル出ちゃって大変みたいです。そうなんですね、うん、やっぱりね、あ、この方ほら片岡さんだっけ、そう、うん、勝弁のね片岡さんも大活躍で、うん、この後に確か、歌舞伎座でやりましたよね。歌舞伎座でやりましたね、うん、あれはあの駆けつけましたが写真撮るの忘れちゃって外で撮ったんですよ。確か駅で撮ったんじゃなかったね、うん、あのね駅の角でね駅中かな、うん、そうそうそ う, そ う, そ う, そう忘れましたね、うん、なんて言って、もう本当にでも、うん、よくそんな写真が私ないわ、うん、この写真、うん、あ、そうでしたっけ送ってないか、なんかこのその今日の一連の写真ももしあれなんかディスクとかに入ったらくれません。ね、ディスクはちょっとそのダウンロードできないんで、うん、あのメッセンジャーでいいですか。はい、じゃあアルバムにしてくれたら嬉しい。アルバム、あ、じゃあメッセンジャーよりもあっちのがいいです、うん、LINE のアルバムがいいです。 LINE のアルバムか、うん、私やり方わかるかな、あ、大丈夫かな、ビビってアルバムって押せばいいんだ、うん、わかりました、うん、最近何でもいいです、これ個人 の, あのお願い事は後にします、うん、すいません。これほらほら花プロですよ、うん、そうそう花プロもね、うん、好きですね、マスクドビーがねいなくなっちゃって、うん、今、うん、今年に入ってからやってんのかな、なんかね、花屋敷さんも今月31日、まあお休みが15日までって言ってたのがまた延長されて31日までお休みになっちゃったんで、花屋敷休みなんですか。そうなんですよ、花屋敷さんやお休みですね、うん、もうちょっとね、なんかもう寂しい、寂しいですね、うん、でもなんで私本当にヨーロッパとか最初何でもなかったのに今日本より、うん、ひどいですね、死者とかも出ちゃって、なんでイタリアがなんでそんな死者とかも出ちゃうの、結局ねあんまり大したことないやって思っちゃってたんじゃないですか、だから逆に熱とか出ても病院行かないのかな、やっぱり、あ、そうそう、あのフィンランドの友人が言ってたんですけど、軽い風邪は
あの自力で治せっていうのが基本らしいです。あんまり薬を飲むっていう習慣が、うん、まあ北欧の話ですけど、うん、だイタリアとかねフランスとかどうなんでしょうね。それにみんなチュッチュするから感染がすごいんじゃない、うん、そうね、こう濃厚接触多すぎでしょう、うん、まあね普段からね、うん、日本人の人とさこう仲良くたって握手するぐらいじゃん、うん、でちょっとハグするぐらいじゃん、うんまあ、ちょっと今時の人はね、うん、だからそんな濃厚接触ないじゃん。向こうの人は絶対こう、うん、そうそうそう ね、うんまあね、もう本当にチューズしようとしたらって避けられますけどねそうじゃないよってね、うん、そうね、だから大変でしょうね、うん、ねまあいろんな方に出てきて、うん、あそうだあと宮崎明夫さん、はい、ねいろいろ本当に素敵な、ね、ゲストさん、うんうん、あれですよ、あの武田光三君とか、あそうだそうだ、うんうん、元気かな武田光三さん元、ね元 K1 ボクサーの、うん、確かお料理店やってるんですよね。ね、うん、北千住でね、うん、ですよね、うんうん、あれかなお好み焼き屋さんかななんだか1回か2回行ったんです昔、うんうんはい、また出ましたよこのほらあの坂野博軍団坂野博坂野博弟子軍団ねこの大道芸のねグループは面白かったですね、うんうん、あの勉強になりましたね、うん、これもね毎年木場手でやられてますよね、うん、そうそうだってさ鈴木ひょっとこさんってさあひょっとこさんさ、はい、この人さ、うん、これが好きでわざわざ自分が地方に住んでるのにさこれが好きで見に来るのあひょっとこさんそうなんですか、うんもうひょっとこさんどうしたのって言ったら私これが好きででねもう協力したいからビデオ撮りとかやってんの今ね、うん、もう東京にひょっとこさん戻られて戻ったんですか、うん、宮崎から結婚したんですよね。あ結婚されたんですか、うんうん、あそれ知らなかったです、うんうんうん、1年ぐらい前ですよあれまあ、うん、そうでしたか戻ったんだ、うん、うんあの都内かな多分じゃあそのご都合じゃないですか。あなるほどね、うん、そうだったんですね。これ何の写真ですかこれこれはね、あ、これ芝さんの、襲名披露の時のお姉さん方が、うんうんなんかね、関係ありそうな写真、あとね、そう、大五郎さんの写真もありますよ。動画もありますけどね、動画はあれかな。送りきれないで今日は大五郎さん9周年ですからね。ねえすごいですね。座長また来年もね。あこれなんか出ましたよ。秋代さんとか。あそうそうそう。あ森江さんそうだ森江さんも出ていただいたのね。はい、うん。そう井上森江さん。松屋さんのお母様ね。河合森江さんね。あ河合河合森江さん。はい。そっかそっか。井上は本名。あそうかそうかそうか。うん、何でしたっけこれあのそば助の社長。うん。うん。ヤギさん、ヤギさん、はい、これはなんかライブですね。あ、これはね、生誕祭ですね。あのライブですね。ここのシエーブさんのね。そうそう、シエーブさんのライブの写真ですね。うん、ポスターをこれどこでやったんですか？シアター千住？うん、シアター千住でやりましたね。すごかったですよ。シアター千住ってあ、うん、ミュージカル見に行ったわ。うん、うん、ねいい結構いいのやってますよね。うん、いい小屋ですよ。うん、うん、あとはね、あ新物あの。全然違う。新聞の違うの送っちゃった。社長が出てる。この右の。あ、そうそうそう。これもだからあの芝さんのね、うん、あの襲名の時の今新しくちょっと写真送ってみましたけど、うん、違うのが混ざっちゃいました。うん、ごめんなさい。あ、これね、これが、うん、もう前後しますが、これが1月11日のライブのポスターですね。うん、これ残そう。残そう。このいい歌ですねこれ ね、 ね本当に、うん、またね今日も最後にもうそろそろかかりますけどね、うんうん、残そう。あもうそろそろですか、うん、あそうだ梅の畑農園の梅干しの CM も、うん、そろそろでしょうかね、はい、どうぞやってください。もうやった方がいいですよ、はい、今の時、はい、今のうち今の慌ただしいね、はい大丈夫かな。はい、梅の畑農園の梅干しの CM に入ります。紀州の南高梅は名前の通り和歌山県で品種改良され、近年ではその香り高くまろやかな味わいに世界中から注目されている健康食品です。特にこの梅の畑農園の梅干しは江戸時代より
梅農家として梅干しを生産されていらした農家さん、その名も梅畑澄夫さんが生産されている梅干しです。日本の古来よりある梅干しとは一味も二味も異なる、元来の梅干しとは呼べないデザート感覚で召し上がっていただける梅干しです。製造過程が通常の梅干しより多く、3度の塩抜きや独自の手法で手間をかけ生み出された一品です。写真の商品はポーションタイプで1粒入り、オーガンジーと透明袋がついて700円、また贈答用の箱入りですとポーションタイプが2個入って1500円、大粒5-6L 特大サイズが9から13粒入りですと5000円となります。その他ご自宅用の3-4L サイズ 400g 入りもございます。東京縁結びのホームページから梅の畑農園梅干しのページをご覧ください。この番組をご視聴されているとメッセージをいただければ送料サービスと特別割引特典がございます。ぜひネットより検索してお問い合わせご注文ください。お待ちしております。はい、ということでね、はい、美味しそうですね、はい、三田さん梅干し今日は本当に4年間ありがとうございました。わー、梅干しだ。プレゼントで箱もね、この箱屋さんも箱屋さんの旦那も出てくる。あ、そうだね、菅谷さん、これ、はい、何でしたっけ。漆、漆紙ですね。漆紙、漆紙、伝統、見てください、伝統漆紙、ね、この伝統漆紙のね、うん、この、ありがとうございます。こうなって、あので、あ、これはこう開けないためですね、うん、で、この漆紙が、あ、違う違う、この箱が、あのあれでも江戸東京博物館とかでも売ってますけど、うん、あの急遽堂さんでもね売ってるんですよ、うん、とても素敵な箱でございます、うん、中身も美味しいです、はい、で花屋敷さんから美香さん4年間ありましたありがとうございますということで、ありがとうございます。こちらですね、あの皆さんにも、ご応募でお送りしておりますこちらね、まあ、はい、ワンセット。今日買い物するから嬉しいわ。これあの忘れたから今日。あ、そうね、エコバッグね。はい、あの今ね買うと6円なんで、あのスーパーの袋が、ね、あの、うん、OK ストアの袋が買うと6円なんで。うん、あらあら。あ、忘れた。今日OKストア行くんですけど、うん、西新井の。うん、あ、忘れたと思ってたんで。よかった。今日はいろんな袋がいっぱいもらえて。いっぱい。嬉しい。こんなにいっぱい。はい。ね、もうたくさんの、またあの2時に夢中にも呼んでやってください。はい、ぜひぜひね。でもいろんな出会いをいただいて、素敵な方もねご紹介いただいて、あ、そうだ、越原先生ね、あとはあの、はい、三輪先生にもまだご登場いただいてないので、はい、はい、あの羽歌のね、あの、はい、師匠ですよね。あ、はいはい、行かれていらっしゃる、たまに、あ、もう遊びに、うん、遊びに、うん、まあね、あっという間でしたけど、なんか4年も経ったような気が全然しなくて、うんうん、でも考えてみたら本当に歌舞伎から始まり大衆演劇、うん、であとデビュー、うんうん、一緒にね雅楽聴きに行ったりとか、本当ね、うん、素敵な時間をありがとうございました。うん、落語は一緒に行ってないかな。落語行ってないかもです。あ、そうですか、うんうん、落語じゃあ今度一緒に行きましょう。あのおすすめの、はいはいはい、うん、ぜひ寄せがいいですね、まず。うん、私も寄せは本当ポツポツ行ってたんですけど、ね、ここ10年ぐらいで行き、あ、まあでも間ちょっと行ってるかな、行けてないことはないかな、はい、でこれはよしこさん、はい、手製の、あの美香さんがパン好きなのでちょっとね、私パン好きって言いました、うん、前聞いた、あ、そうですか違う、何でも好きはい、好きです、パン、うん、パンも好きです、好きであのもう本当になくて、じゃあなくなったらどうしようって思うものはご飯です。お、一番はご飯で、でもパンも好きです、うん、パンも美味しいパンが好きです美味しいパン、いや、それはそうですよ、だからあんまり食べないの、うん、なかなか売ってないから美味しいパンが、ということで、はい、あのこれ、本缶じゃないや、イオ缶と、あれはなんだ、ザボン？違うな、のミックスなので、かなり苦いです。うん、ビターなので召し上がってください。はい、ありがとうございます。ちょびっとですけど。
いろいろ頂戴しました。花屋敷のグッズもいただきました。本当ごめんなさいに、はい、もう終わりですよ。はい、はい、来月からもあのなんだっけ、22日オールライト日本よろしくお願いいたします。そして美香さん引き続きね、第1、はい、第3と2時に夢中月曜日ね、はい、どうもありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、はい、あのお花までありがとうございます。すいません。